コーヒーパーティー運動とは2009年からアメリカ合衆国で始まった草の根保守派のティーパーティー運動に対抗するため2010年に誕生した親、オバマのリベラル派の人工芝運動であるメリーランド州シルバースプリングに住むアナベルパークという左翼活動家の女性が世界最大の SNS である Facebook を通じてコーヒーパーティー USA という団体の結成を 呼びかけたのがはじめ、マスメディアが積極的に取り上げたため、数週間で賛同者は30万人を超え、全米西部を拡大し、全国大会も開催した。その後1年ほどで運動は急激に廃れ、NPO となった現在の団員の数は1000人程度。2010年1月26日、コーヒーパーティー USA は、 2006年上院議員選の民主党候補ジム・ウェップと2008年大統領選の民主党候補バラク・オバマの選挙運動で共に働いたアナベル・パークとエリック・バイラーというの二人の左翼、活動家を発起人に設立された。立ち上げるにあたってコーヒーパーティー運動は対決一色のティーパーティー運動と違い、対話と協調、多様性を重視したものであると宣伝した。 パークは多くのアメリカ人は同じことを考えています。ティーパーティー運動ではアメリカが直面している問題を解決するとは思えません。今すぐ私たちに必要なのは別のやり方ですと宣言して次のように呼びかけた。企業のためにではなく私たちのような普通のアメリカ人のために働くアメリカ政府を望む人は誰でも入会を歓迎します。という彼女は デモクラシーとコーポラトクラシーの対立であるとし、アメリカ人の多数派は、私たちのような普通の人間です。ところがいつの間にか、連邦政府が、私たちの争いや、心配や、不安の源、つまり、私たちの敵であるかのように思い込まされているのです、と主張した。コーヒーパーティーという名前に決まったのは、パークの提案による。 彼女がコーヒーパーティーを発足しましょう。スムージーパーティーでも、レッドブルーパーティーでも、ティー以外なら名前は何でもいいわ。あらそうだ、カプチーノパーティーなんてどうそれだとあいつらはエリート主義っぽいって言って切れるわよきっと。とにかくみんなで集まって、カプチーノでも飲んで、思いやりと中身のある本当の政治対話をしましょうと呼びかけたためとされる。 コーヒーパーティーのメンバーと語らう民主党の会員議員。コーヒーパーティーは名前も目標からも草の根運動であるティーパーティーを意識して作られたことは言うまでもない。双方ともインターネットを駆使し急速に基盤を広げているところは共通していたが自然発生的だったティーパーティーは以後も勢力を増したのに対しコーヒーパーティーは急速に廃れた。 2010年11月の中間選挙では、ティーパーティーが支持をした候補が次々に勝利し旋風を起こしたが、コーヒーパーティーはすでに下火であり何の影響も示さかった。その後はさらにメンバーを減らし、現在でその影響は皆無とされる。長らく半休止状態が続いた後、2013年に新しく役員についたキャメロン・クルーガーが資金集めに、 MLM の手法を用いることを提言し採用される。あとに、クルーガーは MLM であるビリジアンエネルギーの販売員であることが判明、ピラミッドの頂点が自身であることも隠していた。これに不満を示した、共同設立者のパークは追放されバイラーは抗議の辞任をした。 コーヒーパーティーは乗っ取られた状態で、クルーガー当役員の追放を求めるサイトが立ち上げられ、訴訟問題にも発展している。ありがとうございます。